久保さん、コンビニの例え話いいっすね <laughs>。よくありますよね。いや、熟成,さんじ,ゃ熟成じゃなくても、こんなに親身に対応していただき、本当にいいんでしょうかみたいな。いや、熟成、熟成になればっていうね <laughs> え。だったら熟成になればみたいな。まあ、少なくても、吉谷さんと、今、熟代、さすがに120万はないんですけども、すいません、20万円先にちょっとお支払いしておきますと。あのいつもお世話になってるんでと。 あそれでもいいっすよ。とりあえず。<laughs> とりあえず。まあ、それもまあまあないっすね。それもまあまあね。そういう制度のね、久保さんはなんかね、ああの頭金制度あるんですけど、僕、そういうのないですから。<laughs> うんそう。何なんでしょうね。 まあ今回泥棒の泥にしましょうか。泥っていう。まあでもね、その泥棒の泥というか泥まみれの泥ですかね。どちらかというと。まあ別にいいんですけどね。あのー、まあそれも僕は慣れたというか、いろんなことやってきて、まあまあそれはそれでしょうがないなっていうところで、まあお任せ自由にやる、ぼ自由にやる、自由にやってくださいって話で、うん。心の中では思うけど、あんまり言わないっちゃ言わないかな。そのお客さんに対してね。 まあでもね、関係性が深くなってくると、じゃあ入りましょうって言ったりしますけどね。まあそれはシチュエーションによって変わってくるかな。まあ基本的にでもあんま言わないかな。うん。うん、例えばこういう言い方ですよね。すいません、あの、塾生に入塾生以外サポートしてないので、塾に入ってからあのもう一回お手伝せしてくれますかっていう対応は多分今までしたことないかな。一般の人が質問来るじゃないですか。すいません、塾生さんしかあの対応してないので、 あの塾に入って、塾生さんとして塾に入って、塾生としてお問い合わせくださいっていうふうに跳ね返すっていう対応の仕方は多分今までないと思いますけどね、おそらく。うん。で、それはね、やっぱビジネスライクに言うならば、まあ、それもそれで、あの、塾を,を僕は売りたいところあるので、じゃあその前段階として、なんだ。 まあデートに誘うことも必要だし、なんかプレゼントすることも必要だしって話して、だからそれはまあ必要、必要な、僕はまあ時間かなと思いますね。たとえその時間が盗まれたとしても、そこで情報が盗まれたとしても、それはまあ必要経費みたいな感じですね。必要経費であると。うん。まあ、女性とハッピーエンドにならなかったとしても、 デートに誘うとかね、プレゼントあげるっていうのは必要経費、必要な時間であるっていう感じですよね。じゃあ、プレゼントしたからデートを誘ったから必ずハッピーエンドになれるのか、ハッピーエンドになれるから僕はプレゼントをこの人にあげるんですっていう人、あんまりいないですよね。どう、どう、どうすかね。俺はこんなにプレゼントあげたのになんでだ、なんでだなんでだなんでホテルまで行かないんだあいるか、たまにいるかもしれないですね。<laughs> うーん まあ結構ね、僕はその男と女の,その関係性によくビジネスもそのフリーコンテンツを作る上でもこう例えたりするんですけど、うんまあ、それは必要じゃないですか、どう考えても。なんかその渋谷のスクランブル交差点でね、いきなり結婚してくださいって通らないですよね。一目惚れしました、結婚してくださいってってでで、今日ね、あ、いいですよってって市役所で行ってね、役所行ってね、印鑑を押します。 いや多分ね、世界中探してもさすがにまあまあなくないですか、多分。まあ、探したことないんでわかんないですけど、渋谷のスクランブル交差点でもう赤の他人がね、まあ自分はね、一目ぼれして、相手は全く知らないですよ。誰こいつみたいな話ですよ。すみません、一目ぼれしたんですよ。結婚してください。っつってね。いいわよ。っつって、今日その日に婚姻届を出すっていうのは、多分僕は現実的に不可能なんじゃないかなと思うんですよね。その日ですよ。うん。なんか純、物事には順番があるので、 なんかね、まあ、まあ、これもう結構話題に出しますけど、なんかその、億万長者合宿に参加したら、億万長者になれますかみたいな。物事には順番があるわけですよ。その、一回ね、その参加しただけでなれるわけないじゃないですか。うん。一回プロポーズしただけでね、そのそ、そのシチュエーションでね、結婚できるわけもないし。 何か,、ね、なんかまあそ,それを考えればわかることなんだけどもまあなんかビジネスになるとそれはあんまり考えないというかなんかいなんか何なんですかね参加すれば稼げるみたいなね <laughs> <laughs> 言ってらっしゃい。